バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはですね、卒業をテーマに皆さんと楽しく音時間過ごせたらなと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。鹿児島県はですね、先生方の移動があるんですね。私立の小学校、中学校、高校とかはね、まあ、ないと思うんですけれども、まあ、うちの娘もね、公立の中学校に通っておりますが、大好きだったね、先生の移動があるということで泣いておりました。私もとてもよくしていただいた先生なので、あ、私も泣きそうみたいな感じでね、今日はそういうちょっとね、昇進した気持ちを抱えているので、バニラスカイお休みなんじゃないかなと思っておりますが、きっとね、今日という日が明日につながるという言葉の本当の意味をね、知るタイミングでもあるんでしょうし、綺麗事じゃないからですね、いいことも悪いことも、まあ全部ねつながっちゃいますけど、悪いこともいいことに変える、そのくらいのね、パワフルな人になってほしいなと常日頃思っておりますので、まあそもそもね、私がもっとパワフルでいないといけないんですけれども、なのでたくましくこの春を乗り越えてほしいなと思っております。まあ母の願いですね。皆さんも何かこう卒業するテーマあるんじゃないでしょうか。私実はこれ好きだけどダイエットのためにやめますとかね、本当はこっちをしたかったんだけど、でももう年齢も年齢だし、やっぱりこっちにしようみたいなね、ちょっとした日常の卒業も、まあ、私の卒業結局できないじゃんっていうのがね一つありまして、いつもハローキティちゃんを卒業しようと思うんですけど、キャラクターね、なのにキャラクターグッズは買わないと持たないと思うのに、結局増えていってしまって、こう日常をね、私の癒しを求めてるところにこうつけいってね、いつもいつも癒してくれるんですよね、キティちゃんとかミッキーとか、トイストーリーのバズも好きですしね、ジーニーも好きだし、まあ、とにかくキャラクターが多めな家になっておりますが、まあ、女二人暮らしなんでね、いいのかなと思いつつきっとね、うちに来た人ようこメルヘンやなってびっくりすると思いますが、まあそこはね、それはそれでいいのかなと思っておりますが、とにかく今日はちょっと後ほど卒業というテーマでね、皆さんと一緒にお話できたらなと思いますので、ぜひ皆さんは聞きながらも心の中でよくこうなんだよとかで、来週に向けてのねメッセージもお待ちしてますので、ぜひお付き合いください。まず1曲目はようこでラブレターズをお聴きください。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続いてく明日
聞きいただきました曲は陽子でラブレターズでした。まあ卒業といえばね、もう私中学校3年生の時にね、悲しいことがあるとね、卒業写真、いい思い出なかったんですよね、この曲にね。今思い出したんだけど、人混みに流されて、まあ、この後さ、こう変わっていく私をってあるじゃん。そんなにさ、大人になるって自分を変えて生きていくものなのかなってね、その時思ったんですよ。まあちょっとしたね、こう中学校3年生の時に失恋したんじゃないかな、失恋した時のタイミングで卒業写真がなんかね、私は好きだった曲なのに嫌な角度で刺さってきたもうこれ青春なんでね、笑い話なんですけど、その時に、あ、大人になるって今の真剣に取り組んでる素直な気持ちを大事にしてる自分を曲げて生きていくことなのって思って、それは嫌だってすごい思ってだからね、とにかく自分自身が自分であり続ける、もう自分を曲げない、いい意味でね、変わらないといけないところはもちろん変わる、変えていくけど、ちゃんとぶれない芯を持って生きていこう、じゃないと大事な人を守れないなってね、その時思いましたよね。で、大人になりましたら、ユーミンの凄さを気づくわけですよ、この仕事をしているとね。そして私もユーミンみたいに、自分がね、全て思っている感情だけで歌詞を書いてはいけないんだなと。あ、そうそう、一回ね、東京でね、駅越えてホームで乗ろうと思って、でその時に他の仕事の人と一緒にいたんですよ。で夜だったんですけど、何気なく移動のために電車に乗ろうとした時に、すっごいオーラを放ったね、夜なのにサングラスをかけた女の人が出てきたの、駅から、あ、駅じゃない、ごめんごめん、電車から。であれって思って、で一緒にいた人に、ねえねえ、今のユーミンじゃなかったって言ったら、その人は気づいてなかったのね。だけどもう電車乗っちゃったし、私もえって感じでこう興奮してたから、もう見せることも、もう後ろ姿を言ってもその人も気づかないしみたいな感じで、もう電車出ちゃったんですけど、ただね、こう行きつけのお店がね、その駅の近くにあるから、まあ本人だったんじゃないとか言って、でツアーとかしてないかなって、何かこう今日何してんのかなと思って SNS 見たら、ユーミン何もしてなかったから、あ、もしかしたら本人だったかもなっていうことがね、一度ありましたけれども、私ミーハーじゃないんでね、なかなかこうそういう時どういうリアクションしていいのか分かんないんだけど、ただ夜にサングラスで結構黒い服を着てて、どう見てもユーミンじゃんっていう、あのオーラ、隠してるつもりだったんでしょうけどね、あ、すごいなってあの時ちょっと思ったのを、まあ、今ちょっとふと思い出したんですけど、まあ、これを話したかったわけじゃなくて、彼女はその喫茶店で歌詞を書くために隣の席の恋バナ聞いてたり、なんかちょっとした日常会話を盗み聞きすることで、そこからヒントを得て、でその時代にあった流行色の強いね、こう気持ちとか歌詞をね乗せて音楽を発信してるっていうのを聞いたことがあったので、電車で見かけたユーミンは、あ、やっぱり貪欲な方なんだなってちょっと思ったっていう話ですねまあとにかく、まあ、卒業写真ね、卒業式の時も撮ったのかな、あ、でも卒業式は中学校の時はベストフレンドって、あのスマップの曲歌った気がするな。結構小学校中学校ってみんながこう合唱する時はピアノを弾きたくて、で私もそのピアノのコンテストみたいなのがあるといつも勝ち取ってね、伴奏者になってたんですけれども、まあ、それもね、私の音楽に対する学生時代のこだわりですよね。毎日音楽室にいましたね。もう私友達いないんじゃないかってくらいね、昼休みはね音楽室にしか行きませんでした。で給食が苦手だったので、給食は遅いから昼休みがなくなる時とかもあったんだけど、まあでもね、とにかく
音楽室に行きたいから給食頑張って食べて、一人でねピアノをずっと弾いて、あの頃はね今以上にもう音楽に触れてましたよね。今はさ、もう音楽好きなことは変えれないから、それあっての人生になれたけど、あの頃はとにかくプロになりたくてもがいてもがいて、夢を追うと夢が離れていくみたいなね。だけどそれこそもう卒業ができないから、辞める理由を逆に探すくらい必死でしたね。今はさ、もう辞める理由なんて溢れてるから、わざわざ辞めなくてもいいじゃんっていうね、もう大人になった、そういう付き合い方ができるようになったから感謝ですけどね。まあ、皆さんにとって卒業というテーマ、何か思い入れありますかね。ちなみに私、第2ボタンはもらったことありません欲しいと思ったこともないんですけれども、でもね、先輩たちとかさ、高校の時かな、一個上の先輩とか全部ボタンない人いましたよね。あれさ、昔の話じゃないのと思ってたけど、今年私35になるんですけど、35だから何年前の話だ、20年前とか17年前とかの話かな、うん、合ってる、うん、そのくらいの話ですけど、その時でもボタン全部ない男の子とかいたんですよね。私、自分が男の子だったらもうボタン全部ない自信あったけど女性だったんでね、まあ、もらうことはなかったしっていう話になるんですけれどもね。まあ年々こう男前が進みすぎているのでね、ちょっとそこもどうかなと思うんですけれども、まあ、今年ね、元旦からもう第1回の放送から誓いました、陽子は美という言葉をね、美しいという言葉を掲げて、女性として華やかに、笑っちゃった、華やかに生きていきたいと思ってますんでね、まあ、ひとまずそこはそこでそっとしておきましょう。男前あまり極めないように気をつけたいと思います。では、そんな私がね、2曲目をお届けしたいのは愛実という曲です。ある意味この曲は卒業とも取れるし、卒業したらまた新たなスタートがありますし、人生においてなのか、人生においての卒業ってね、この命が燃え尽きることなのか、それとも新しい命を授かってその命がスタートすることなのか、それとも生きている間に起こることなのか、それはこれから先ね、いろんな考え方して曲に表現して楽しみたいなと私は思いますけど、皆さんはどうお考えになりますかね。では大事な方を思い浮かべてお聞きください。陽子で愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、瞬き一つ
ほんの一瞬で光り続ける光り続けてくこの胸の中にずっとこの胸の中にずっとお聴きいただきました曲は陽子で愛実でした。そういえばですね、私春っていうのがティーンエイジャーの時にはね一番苦手でしたね。私は4月8日生まれなんですけれども、まあ、春女ですよね。なんですけれどもね、春って結局別れが来て出会いの春ですけれども、別れることがねとっても辛くてね、中学校1年生の時ですね、担任の英語の女の先生がいなくなっちゃうってね、他の中学校に異動になっちゃうって分かった時めちゃくちゃ泣きましたね。でそこからもう春って嫌いだって思って、まあ、過ごしてきたんですけれども、でもね5月1日に娘をもう15年前になりますね出産することができて、そこから春を好きになったんでしょうね。最近さ沖縄も結構気温高いですけど、鹿児島もね負けじと高く、もう夏なんじゃないかみたいなねもうね小春日和なんてすっ飛ばしてね、もう真夏日みたいなのが何日か続いておりましたけれども、その時にね、ああやっぱり私この春になる瞬間、冬から春になる瞬間好きだなと思ってね、小窓を開けて、今ちょっとねお酒が飲めないんですけれども、ああビール飲みたいな、この夕方のねこう陰ってくる暑さからとみたいな、こうねこうちょっと風情に触れてねまあ自分の中でこう悶々とするものがありましたけれども、まあ、とにかくね今は大人になっては春が大好きなんですね。もちろん春にね悲しい別れは続いてますよ、人生の中で。だけどなぜか好きなんですよね。そしてお花見も大好きです。桜もう今年会津桜はまだ見に行けてなかったんですけど、もうね散っちゃったっていう情報もありますけど、 SNS でね写真が上がってきましたね。もう十分楽しませていただきました。これからねソメイヨシノが咲き乱れて、あー春だなーってなる時にね、私も大事な家族とね一緒に見れたらなと思っておりますが、皆さんもそういう人とね一緒に見れたらなって私も願っておりますので、ぜひねイチャイチャしちゃってください。では陽子勝手に卒業というテーマでお届けしておりますが、今日最後の曲はですね、永田中学校音楽部の子どもたちと一緒に発信しましたキス&ハグをお届けしたいと思います。彼女たちは収録してくれた時に中学校1年生だった子たちが今度中学校3年生になります。なのでもう半分以上の子たちが高校生になっちゃって卒業してるわけですよ。彼女たちもこの春でいろんな成長をね迎えてると思いますが、引き続き音楽仲間として素敵な音時間をみんなに過ごしてほしいなという思いを込めて届けたいです。永田中学校音楽部のコーラスと一緒に陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに、君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合う、この広い空の下に愛を咲
見つけた。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。皆さん、自分たちの人生が終わる時が卒業ではありませんね。ずっとずっと続いていくからこそ、私は自分の音楽を発信していきたいと思っています。陽子の歌っている理由は、死んだ後に一人でいいので、まあ、死んだ後にって言ったらいけないですね、私の命が終わった後に一人でいいから、あの人歌ってたよねって思ってもらえるような生き方をしたいんです。なので東京ドームのねライブももちろん目指していますし、皆さんとこれからも音時間ご一緒したいんです。今回のこの春で卒業いろいろ迎えるかと思いますが、皆さんらしく笑顔で毎日ハッピーに過ごしてくださいね。それではこの1週間もめちゃくちゃハッピーでいてね。バイバイハッピー。